ちは、けいです。今日は皆さんから大好評のシーンの秋服ルックブックをやっていきたいと思います。スタート。今回秋服ということで、メイクもね、秋っぽくオレンジにしました。どうですか？やっぱ私オレンジメイク大好きです。ピンクよりオレンジ派です。久々にオールバックしてオープンになっちゃってるんですけど、まずね、今着てるデニムコーデから紹介していきたいと思います。全身はこんな感じです。ヒョウ柄ってなんとなく秋っぽい感じがするんだけど、どう？可愛いよね。しかもこの色合いがめっちゃ可愛くて、ブラウンベースじゃなくてベースがこのベージュカラーだから、そんなにきつく見えなくて、割と女の子っぽくて可愛い。強めっていうよりかはニットの生地とかもあって柔らかく見えてるんじゃないかなって思います。可愛いよね。生地はただのニットじゃなくて、こうちょっともしゃもしゃ系のね、こうちょっと分かりにくいんだけど、ちょっとねもしゃもしゃってしてる感じのニットです。このねもしゃもしゃのおかげで、そのヒョウ柄の柄がこうくっきりはっきり写ってないところが、多分主張が激しい強めにはなってないと思うんだよね。可愛い、お気に入りです。今ね少しだけインしてたんだけど、下ろすと割とね長めでお尻隠れるぐらいです。でデニムの形はこんな感じです。かなりゆるゆるなワイドなデニムですね。めっちゃ可愛くない？これ形超綺麗。お尻もねそんなに目立たない。形が超綺麗です。色味もなんかあるようで、あんまり私持ってないような色味でした。薄すぎず濃すぎず、めっちゃ可愛い色です。え、やばいよね、これ形超綺麗じゃん。ワイドを探してる方おすすめ。色味とか形がねすっごい細見えするデザインですね、うん、めっちゃ可愛い。このズボンも推しです。ゆるゆるカジュアルな感じにしたかったので、オールバック とこの韓国で買ったね2000円ぐらいのメガネをしてます。私はこうニットにメガネでなんか適当なお団子みたいなのが好きです。靴はねオーストラリアに行った時にザラで購入しました。これめっちゃ可愛い。はい、次は私の一押しデニムスカートを合わせたコーデです。全身はこんな感じです。このデニムスカートめちゃくちゃ可愛くない？このコーデの時も着てました。え、この写真めちゃ可愛くない？スカートがめっちゃ形綺麗で、の細見えします。158センチでこの丈感なので、ちょっと私より身長高い方でロング丈が好きな方は気持ち短いかなとは思います。155センチぐらいの方にはめちゃくちゃちょうどいい。デニムスカートシーンでめちゃくちゃね購入してるし、他のブランドさんとかでもいろいろ持ってるんだけど、結構過去一レベルかも。まあちょっと丈は短いんだけど、マジでめっちゃいいです。トップスは襟付きのリブニットのネイビーカラーのねものになります。こんな感じで、色味はまあ結構ネイビーかな。めっちゃ可愛い。生地がかなり伸びるので割とぴったりめではあるんだけど、そんなきつい感じとかは一切ないです。まあ、ただ二の腕とか気になる方はちょっとねこれは気になりますね。お腹とかもねこうハイウエストでこう隠してあげないとあれです。で個人的にここが詰まりすぎてないっていうのがめっちゃ好き。デコルテが空いてるから重たく見えないし、めっちゃ可愛いです。襟付きはやっぱりポニーテールがしたくなるので、今回はオールバックポニーにしました。次のコーデはシースルートップスにスカートを合わせました。全身はこんな感じです。このシースルートップスめっちゃ可愛くない？ほら見て、可愛いでしょ。色味めちゃくちゃ迷ったんだけど、これで大正解かも。めっちゃ可愛い。で中のインナーはあの自分のものです。ちょっと短いものしかなくてちょっとお腹見えちゃってるんですけど、袖とかこのお腹とかに黒のラインが入ってます。ちょっと後ろセクシーすぎるな、これ変なインナー入れちゃったから後ろがめっちゃセクシーになっちゃってます。
ちょっと甘くしたくてオールバック太めカチューシャでちょっとガーリーな感じにしました。ラメが入ってるこの色味が可愛いよね。で伸びも良くてチクチクする感じが一切ないです。もうこれ届いてからプライベートで2回は使いました。この写真こちらです。めっちゃ可愛い。なんかさ着痩せすんの、それもめちゃくちゃいいです。でこの今の時期にめっちゃぴったりなこのシースルーいいよね。いっぱい使ってます。まあ逆に言えば今の時期しか使えないからもう今のうちねいっぱい着とこうかなって思います。あとスカートなんだけどスリットが入ってるこうクシュクシュって感じのスカートです。かわいいよねこれも。私こういうスカート初めて買いました。じゃじゃーん、こんな感じ。生地はシャカシャカシャカって感じ、まあ、ここは自分で調整できないんだけどクシュって感じがかわいいです。色味が真っ白じゃなくてクリームっぽい、まあ、かなりクリームっぽい、こうちょっとカメラで見るよりももうちょっとクリームっぽいね色味なのでどんなコーデにも合わせやすいです。クリームっぽいことによって甘めな感じが出て可愛いです。このカラーはブラウン系と合わせるのが私的にはすっごい好きかな。めっちゃ使えるのでぜひ。はい、次はブラウンのワンピースを合わせました。全身はこんな感じです。袖なしなので、まあ、格好的には夏っぽいんですけど色味と生地が秋っぽくて買っちゃいました。めちゃ可愛い、もうめちゃ可愛くないこのワンピ。私これ届いてから5回はプライベートで着ました。着すぎだよね。けどもう楽だし洗濯すぐ乾くしシワになんないし可愛いし腕もそこまで太く見えない。太いんだけどね、太いんだけどこの形だけど太さを強調されないデザインなのがめっちゃありがたくてもうたくさん来ました。これからの時期はまあちょっと寒いけどまあ室内であったかいところならいけるんじゃないかなと思ってます。なんか上をね羽織ったりすれば全然いけるかな。生地感はこんな感じのクシュクシュって感じのね本当に柔らかく見えるような生地です。かわいいよねこのクシュクシュ感。このウエストのところからふんわり広がってるので着やせ効果抜群です。どんだけ食べても大丈夫です。かわいい。後ろはね紐ついててリボンにする感じです。これもカラーがね何色かあってブラックと最後まで迷ったんだけど私普段ブラウン選ばないけどマジでこのブラウン選んでよかったなって思ってます。この濃いブラウンがめっちゃ可愛いから本当にみんな買って、まあ、時期的にはあれだけどめちゃくちゃ推しです。しかもこの色って夏着てたら暑苦しいじゃん。だから今しか着れないの。めっちゃ可愛いから意外と寒いようで室内ってあったかいからまだいける。これぞ秋って感じの色味してて超可愛いしもう本当におすすめです。はい、次はトップスを紹介したいと思います。はい、まずこちらのチェックのトップスです。大きめの襟にちょっとフリルがついてて甘めで可愛いです。デニムで合わせて、まあ、カジュアルに着てこんな感じ。韓国でもねこれ着てったんだけどミニ丈と合わせてたからミニと合わせるとめっちゃガーリーになってそれもそれで可愛かったです。今回はね甘めというよりはちょっとお姉さんっぽい感じ。生地はねシャツって感じではなくてなんだろう、シワにはねめちゃくちゃなりにくそうな柔らかめな生地です。袖にボリュームがあってそれもまたガーリーで可愛いです。次はねシンプルな黒のトップス合わせました。袖がね広がってるデザインになってます。デコルテね結構開いてて胸元の部分がねリボンになってます。こんな感じ。丈はね割とショート丈でおへそより上です。可愛い。シンプルだけどデザイン性があって使いやすいし可愛いです。次ラストはねスウェットワンピを合わせました。まあ、これは正直私の持ってる靴が合わなくてなんかちょっとねちょっとコーデ取れないんですけどまあこんな感じっていうのを見せますね。このトップスのスウェットはかなりオーバーサイズのスウェットです。
全体的なシルエットこんな感じです。スウェットとスカートがこうつながってるデザインになってて、生地は違います。で、正直これめちゃくちゃ楽すぎて、私、ちょっと夏の終わりで肌寒い時にこれにサンダルとか合わせてご飯とか行ったりしてました。けどちょっと今の時期サンダル合わせじゃない方がいいかなと思ったら、ちょっと何で合わせようってなっちゃいまして、一旦ね、靴なしでお見せしました。はい、これスウェットだからめっちゃ楽なんよな。で、いっぱい食べてもね大丈夫だし、スカートだし超楽。このなんかこれゆるゆる感めっちゃ可愛くない？こういうメガネにオールバックでなんかクシャクシャって団子とかポニーテールとかしてあげて、サクッとご飯とか、ちょっと美容デーの時とかにね、このコーデをしたいと思います。はい、今回のシーン購入品はこんな感じでした。秋服ってやっぱり可愛いよね。で、秋ってほんと一瞬じゃん。この時期しか着れない服たちをね、たくさん着て秋楽しみたいと思います。皆さんもね、ぜひ私の体型を見て参考にしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタン、コメントもお願いします。じゃあねー。